どっしりしで温かみがあって舌触りがいい、それが陶器なんだよ。酒のうまさが倍増するっていうことだよ、うん、各家庭にね、安く提供できるような値段を手作りで作ってたわけですよ。昔は本当寒くて雪もあった、そういう感じで生まれた瀬戸物なんだよ。やはり肉はちょっと熱い、だからね、あの熱いお湯を注いでも持って熱くなる。人間は土に触ったり何かするとホッとするっていう、そういう感じなんです。ずっと伝統を守っていくということのために、こういうふうにね、仮設の工場とかね、そういうのを作ってね、共同でろくろ成形もできるように作りました。ここを利用して作っていきたいっていう若い人が頑張ってるみたいだ、だからそれには感動したな。